おはら流 ebooks アプリは会員向け月刊誌おはら流総課やいけばなに役立つ単行本をスマートフォンやタブレットで読むことができるアプリですオンライン講習会のチケット購入と視聴もこのアプリからできますここではおはら流 ebooks アプリのインストール方法と電子書籍の購入方法をご案内します おはら流 ebooks アプリは無料でインストールできますスマートフォンもしくは iPad を用意しますアップストアを開きます検索枠におはら流と入力し検索します検索結果のおはら流 ebooks を選びますアプリの内容が説明されています確認して入手ボタンをタップします Apple ID でのサインイン、またはタッチ ID を使ってインストールします。完了すると、ボタンが開くに変わります。これで、インストールができました。続いて、アプリやアプリのコンテンツを購入する方法をご紹介します。App Store でアプリや有料コンテンツを購入する場合、あらかじめ支払い方法を選択しておく必要があります。 主な支払い方法は次の3つです。クレジットカードなどを使う方法、携帯電話料金と一緒に支払うキャリア決済を利用する方法、App Store iTunes ギフトカードを使う方法です。スマートフォンの設定画面から Apple ID を表示します。お支払いと配送先を見ると、現在登録されているお支払い方法が確認できます。 登録がなしの場合や変更したい場合ここからお支払い方法を登録することもできますクレジットカードやキャリア決済を利用したい場合は画面の案内に従って登録してください今回は App Store&iTunes ギフトカードの利用方法を説明しますギフトカードとは、 アップストアなどで購入する際に利用できるプリペイドカードです。コンビニや家電量販店で購入することができます。ギフトカードには、右上に1500円や5000円などと書かれた金額が定まっているものと、1000から10万と書かれたバリアブルカードというものがあります。このバリアブルカードは、必要な分だけ金額を指定して購入できるカードです。 ここではバリアブルカードを選んでみますカードを持ってレジに行き、必要な金額を伝えます今回は、いけばな入門ブックを購入したいので1100円とレジで伝えて、お支払いをしました次に、購入したカードをスマートフォンや iPad に登録しますカードの裏面には、英数字のコードが書かれています このコードを利用します。アップストアを開き、画面右上の人型のマークをタップします。青い文字のギフトカードまたはコードを使うをタップします。カメラで読み取るをタップします。購入したカード裏面の 英数字のコードをスマートフォンのカメラで読み取ります読み取れたら右上のコードを使うをタップしますギフトカードの金額がチャージされましたこれでアプリから購入ができるようになりましたそれではおはら流 e-books アプリで商品を購入してみますおはら流 e-books アプリをタップして開きます 最新刊のタブが開かれていますここには月刊おはら流送家の最新号が表示されています定期購読はここの購読するボタンから購入ができます最新刊の横には他の単行本があるおはら流 e ブックスのタブがありますおはら流送家のバックナンバー英訳入り版もあります今回は おはらりゅいけばな入門ブックを購入してみます金額をタップします支払い画面に従って手続きをします先ほどチャージした金額から支払いがされます購入ができました購入した本は最新刊の左隣の本棚というタブに 入りました本を選んで読むをタップするとページが開きますこれで完了ですおはら流 ebooks アプリでおはら流総歌や単行本オンライン講習会をお楽しみください